話し会ありがとう。トロがご飯食べてた。食べ終わるの早くない？まだ残ってるよトロちゃん。おう、やらかしい。こんばんは。よいしょ、お風呂入ったよ。え、そう、髪の毛めっちゃ伸びてさ、ちょっとどうしようってなってる今。切りに行こうかなと思ってはいるよ。なんかね、眉毛ですね。レファのアイロンは使いやすいかな、軽いからさ、こう根元に変な折り目がついたりとかしない。同じの使ってる？いいよねめっちゃ。しかもね、これ焼け出しにくいのリファって。めちゃめちゃリファ使い始めてから焼け出したことないおでこ。買いました、キュレルのボディクリーム。めっちゃいいからこれにしたわ。今日のヒロアカをさ見ながらお風呂入ってたんだけど、おー、もうそこまで来たのーって気持ちになっちゃった。胸が苦しい。やばい、マジで千葉公園でぶつけた足が痛すぎる。あざが触るとね、いやー結構ね、なんかじらさないで結構ガッツリいったよね。そう、最後の挨拶の前にやらかしてんの。めっちゃ青タン。青タンだから、3回席見てたらさ、あーってなった。お、コロ先生覚えてるぞ。大丈夫大丈夫大丈夫だよ。明日がラストですね、フォーディーズの。フォーディーズラストデイ。トロニ
っかかれた傷は残るほど引っかかれたことないな。今日のお洋服とメガネ似合って、嬉しい、ありがとう。花火の一番お気に入りのお洋服だったんだ。本当は買いに行きたいお洋服があったんだけど、でもめっちゃ時間なくて、なんか行きたい、行ける、夜なら行けるとかあるんだけど、昼もなんか空き時間だけじゃ往復で行けないとかで、ちょっと買いに行けず、おえーってなさ、おえーって。嬉しい、ありがとう。メガネ、そうメガネしました、珍しく。うん、対面のために買おうかなって思ってて、ツーショット買いのお洋服は、な、可愛い夏服をこの前購入したので、うーん、なんかいいかなってもなっちゃってるね。嬉しい、似合ってた。ナオタがお店に撮ってもらった写真 FC に載せてたよ。え、撮った写真いつのやつだろう。いつのだろう。通称もね、来月あるので。リンゴ飴持ってたやつ、めっちゃ前のやつだね、それ。いいやん、いいやん。お正月とかのやつかな。花が正月、お正月に載せてたマフラーしてる写真はナオが撮ってくれた。花さんはね、地毛ですね。染めたことないんだよね。ウェアユーインの新作のワンピ買ったんだけど、パッチワークのやつ、再販のやつ、パッチワークのやつって再販のやつかな。髪色明るく見える、嘘、光かな。ツーショットはね、ほぼお話してる時間がないのよ。だからあんま緊張しないと思うよ。初めては何色に染めたい？ブルーブラックとか。あ、ちょっとだけならあるけど、今日ぐらいはないかな。ね、通称あった感覚ないよね。わかる。一瞬だよね。写真集届いたね、今日届くって人結構いた、ありがとう。一部だけ染めてほしい、メッシュみたいな、チャラくなっちゃいそうじゃない。あんま染める気はないな今んとこ。全くないかも。特典のフォトカードがめっちゃ良かった。嬉しい、良かった。ね、フォトカードとても人気だった。あの、必ず私の服の上で寝るのやめてもらっていい？ちょっとそれシャツだから嫌だな、ドルちゃん。これはね、シャツなんだよ。なんか、T シャツ貸してあげようか。はい。
ごくお気に召したようです。服がいいらしい、なんかいつも花の服の上で寝てる。お気に召したようですね。服の上で寝てます。かわいい。あのこのこっちのぐしゃって置いてある上のやつが私が今日迷って着なかったワイシャツ でそれの上に乗ってたので、ここに私の T シャツを引いてあげたらその上で寝てて、かわいいかわいい超かわいい。なんかひんやりマットみたいなの買ってあげようかな。多分暑いんだろうな、このモコモコが。ひんやり枕カバーとかしてあげようかな。おしゃれなやつでないかな。なんかおしゃれな、ないな、おしゃれなやつ。あ、これいいじゃん。あ、これ。ひんやりベッドにしてあげたらいいのかな。いいこれ。あ、これ良さそう、良さそう。とっか。でかそう。サイズは55×40ってどのぐらいだ。結構でかい。ここになったらいい感じかな。下に置いといてあげるかな。よさげかな。ベッドをね、新調してあげたいんですよ。でもね、結構ふわふわした感じのやつもね、ずっとふみふみしてて好きだから、それもいい。もしかして暑いのかな。ひんやりみたいなやつの方がいいかな。ベイマックスプラス半分。結構でかくね。そんなでかくなくてもいいかも。いやー、ゲージに入った方がいいよね。
これいいかも。いやむずいなサイズが。42×39×5。ペットベッド探し。結局なんかベッド買ってあげてもその上になんか私が使ってる服とかやつを置いてほしがるからな。でも多分あと新品の匂いより多分洗濯した匂いの方が好きなのかな。安心するんだろうけど。今もね、花が昔使ってたやつをベッドに置いてあげてるけど、あのベッドほぼ使ってないからな。こいちゅ寝てる。ここでかわいいね。大きいのこれ。始めちゃった。触っても起きない。この T シャツは気持ちよさそう。とろけちゃったよ。とろけちゃった。かわいすぎ。ってなると結局さ、土台しっかりしてるやつの上に。いやマジトロトロよ。うちの子トロトロして寝るからね。で意外とねこたつの中が涼しいのよ夏だから。よくこたつのつけてないこたつの中に入ってる。私一生このこたつマットしまってないんだけど。なんかさ、ここのこたつ机を新しくしようと思うんだけどさ、どうしよう。こたつにするべきか、すごい迷ってますね。夏に形出してるので間違いない。この形何センチなんだろう。これじゃないな。これかな。これじゃないな。これかな。これ絶対幅80ぐらいなんだよな。これの横幅が知りたい。どうやったらわかるかな。私の腕が2本、こっからここまでが2歩。ここ何センチやの。知らんって話やな。なんかさ、カメラで撮ったら採寸できるってなっぺんなかったっけ。採寸アプリ、これっすね。
人をしない。お、超ギリじゃない？あ、なるほどね。こっから。わ、やっぱ80ぐらいかな。なんかこの測りだと70、あ、でも80だわ。やっぱこれ80じゃ狭いわと思いまして、で120cm のね、めっちゃいい机、こたつ机があるんだけど、めっちゃ高くてちょっとそれを勘弁してほしいじゃん。それはね、だいぶ勘弁してほしくて。でもおしゃれなやつがいいのよ。120、これが80でしょ。で半分、100から120だな。それかもうこたつを諦める、二択なんですよね。いやでもちょっと高すぎるんやな。あ、これいいかも。これかも。急に来た。120、75、39。しかもこたつ。めっちゃいいやん。これかも。ちょっとしっかり見よう。しっかり見てこう。やっぱトロロもいるし、こたつがいいよね。トロロン。うん、爆睡。かわいい、かわいい、かわいい。いや値段もこの80の、このなんかこれ猫足机で高かったのね。まあ花が買ったんじゃなくてサンタさんが買ったんだけど、猫足っていうなんかちょっと無駄におしゃれな形のやつにしちゃったからめっちゃ高くて、あと高さだな、高さ40、これが80だったから今がこんぐらい、ふっ、うん、こんぐらいだ。じゃあいいや。サンタさんにね買ってもらったから、これにしよう。決まったぞ。520じゃん。買います。いや、結構迷ってたんだよね、ずっと。
わ、新規会員登録めっちゃめんどくさい。え、寸法分かってる分かってる。やべ、奥行き見てないちゃんと。え、ゲスト、ゲストないパティーンだ。まあでも奥行きはそんな変わらんわけないじゃん。知らんけど。代理席長とかあるけど、まあ鈴木ひとみじゃないしな。鈴木ひとみじゃないし第二席である必要はないよね。あ、奥行きはやっぱ変わんないわ。横の角だけなんだ。このぐらいだな。めっちゃええやん。鈴木ひとみは大理石を与えといたらもういいみたいなとこありますからね。怒られそう。大理石石あげとけば喜ぶの。石系のもの。パスワードなんかにさっきやったっけ私。これ認証番号のこと。え、一回新規会員登録。ベリーマイソンみたいなところ。やばい。なんかさっきめっちゃさお腹すく。ベリーマイソン合ってる。ベルメゾン。どっち。ハンバーガー2個食べました。最近胃が無限なのよ。胃がね、無限すぎてね、困ってるの。
なんか忘れてるんだよな。食べ過ぎて後悔することしかない。私胃が弱いから。忘れてるの、なんか今買ってる。あ、リポストしたやつ、あれはね、衣装だよ。やばい、日にち指定ができない。大変困った。ちょ待って。でも在庫2つしかないよ。なくなるかな。やらかしてるな。
予定とも書いてなくて困る。いつ予定か分かってほしくない？どうしよう。もう一個の候補の方にする？だいぶ金額上がるな。結構きついだ。5月24発送？マジ？どう思う？どう思うってどういうこと？とかベルメゾンだよ、ベルメゾンなんだけど。どうしよう。結構悩むよ。
いつ届くんや。いや、届くタイミングは結構大事よ。大きい荷物だしな。とは思ってる。の、タワーが。ファミレスは別に優柔不断にはならんかな。ちょっと大きい荷物はさすがに。あれ、発送予定日5月24日、うん、どのぐらいで届くんだ普通って。1週間以内には絶対に届くか。まあ、いっか。買ったよ。ご登録情報が間違っていますって言われた。あしあし。なんで？できた。
きました。できちゃった。よきよき。やばい、まだ足のマッサージが全然終わってないじゃん。でも今日は早く寝なきゃいけないよね、さすがにね。今日休憩時間にヒートずっと寝てた。でもね、喉はね意外といけてる。結構悩んだのよ。体調も全然めっちゃ元気かも。花眠気もそこまで限界きてないし、ちょっと足裏だけね、ちょっとね、ちょっとヒールがね響いちゃう。足裏がね痛い痛、それぐらいかな。宝釣りめっちゃ並んでるって聞いたわ。そんな並んでたんだ。ディズニーランドじゃんね。大変すぎ。お疲れ。みんなも今回のツアー MC がめっちゃ短いから大変よな。今日は11時過ぎには終わらせて早めに寝ようと思うんだが、準備が終わったら寝るから、それまでは配信するね。宝釣り人気ね、すごいね。もうなんか夏祭りみたいで楽しいね。なっちゃんがさ SNS で載せてるハンバーガー肉抜きなの、似合わなすぎて面白い。
マジで本当になんかドアから急に出てきたりとか女子トイレから急に出てきたりするおなっちゃんがマジ誰って感じで、マジでびっくりしたって何度も言った本当にびっくりした。そう、いやびっくりすぎる、いやびっくりするよねあれは。え誰ってなってすごいよね。ありがとう、みんなたわ。最後に読みますね。何人だ今、ヌピさん、ラムさん、ヤマピ、ヤマピさん、ナッツーとツヨシ、ナッツーまでとツヨシかな。マジで本当に侵入者かと思うぐらい、マジで誰ずっといっぱいなってずっと誰っていうという感じでしたね。見つけるよ明日もみんなのこと。誰だあんたは。お、ヤマピ、あ、まだ更新されてないのか。ゴン太郎、ヤマピーはダブルタワーだわ。ありがとう。明日もあるから楽しみだね。連日会えて嬉しいよ。花も幸せ幸せだよ。え、そうなの、今映画館のマナー注意ヒロアカなんですよ。席送って、待ってるよ。なんかしようと思ってたことがあったんだけど、また忘れちゃったんだよね。ヒロアカ見な、絶対見るべき。トラちゃんが可愛すぎるんだけど。
かわいくなでなでしてたら鼻かゆくなってきちゃった。絶対に餃子食べたいよね。明日は出来たての餃子が、焼きたての餃子が食べたいよ。食べたいよ。絶対に食べよう。絶対にね。みんな明日は何時までに何で行くの？宇都宮。絶対明日のさ会場ニンニク臭いと思う私。絶対臭いって。あ、在来線、新幹線、車。在来線結構かかるよね。でも在来線で行けちゃうんだよねっていうのもあるよね。新幹線、新幹線もでも思ったよりかかるよね。原付？え、どっから原付？36時間？間に合わなくね？間に合わないよそれ。絶対間に合わないって。もしかしてもう乗ってる？間違いない。今乗ってる？もうなんかライブ会場着いたら眠くて寝ちゃいそうだねそれ。確かに帰りやばそう。だってさ一回連れてったらさもうさ持って帰ってこなきゃいけないじゃん。大変やん。頑張るやん。あ、鼻に毛がついてた。栃木はない特典映像で行ったことがあるね。そう、日光に行ったよね。
いや、いちごある可能性にかけて練乳持ってった方がいいかなと思ってるんだけど、でも練乳買う暇なんか朝ないんだよね。やっぱ練乳に、練乳必要やん。絶対に欲しいよね。練乳持参しようかな。砂糖かけるの？いやでもやっぱ練乳1個分使っちゃう人間としては絶対持参した方が世の中にいいですよね。世の中にいい、やばい。やっぱ世の中にいいかな。大事かなみたいな。いや年に何回もとかじゃないし、週に何回もだし、週に何回もだからね。え、練乳直飲みよ普通に。さすがに普通にね。何言ってんの、直飲みに決まってるやん。めっちゃ好き。練乳大好き。練乳好きすぎて困ってる。そう、なんかでもジュースは飲めないのよ。不思議だよね、私の味覚。そうなんですよね。おコいや、それなんも23時なのよね。でもまだね、ちょっと足のマッサージが終わってなくて困ってる。いつも時間かかる。ねえ、白熊のさ、鹿児島で食べたアイスが本当に美味しくてさ、ちょっと足りん。あれじゃあ足りん。マジで持って帰ってきたかったな。本当に美味しかったな。ガチで美味しかった。マジで美味しかったですね。え、それな？もうあれほぼ練乳だよね。美味しい。あれさ、頼めないのネットで。え、調べてみようかな。鹿児島白熊なんて書いてない。輸入じゃなくて配送？これかな？天文館？
これな気がする。え、ある、キャー、あるよ。え、あるんだけど。最高じゃん。あるんだけど、最高じゃない。いつ届くの。発送日書いてない。ちょっと今は頼まないけど、今度は頼もう。もうちょい夏になってからか、もうちょっと気が狂って頼んでるかもしれないけど。やばいわ、このアイス白雲の多分、これだよね、天文館みたいな。え、そうだよね、マッチって美味しくて本当に美味しかったの。本当に美味しかった、最高だったね。じゃあそろそろタワーを読もうかな。ナッツから出会ってるかな。ナッツからかな。私の方の範囲が正しければ。じゃあちょっと読ませていきま、読ませていただきます。読ませていきます、やばい。はい、ナッツ、ナッツ今日もありがとう。待って、あのナッツのまだあの絵を回収できてないんだけどさ、え、載せた？ちょっと絶対に回収したいな。ハッシュタグおぎはなで調べればいける？まだ回収できてないよ、ナッツ。載せた？あの朝の一枚。ねえ、載せてないじゃん。それ見つからないわ。早く載せてくれる？頼むよ。乗せる、今すぐ乗せてって言ったじゃん。で、休憩中、私たちの休憩中に書いたやつも乗せてね。頼んだよ、任してよ。ありがとう、めっちゃ嬉しかった。久しぶりに話して、しかもなんかアルバムだからめっちゃゆっくり話してさ、めっちゃ嬉しかったよ。ありがとう、ありがとうございました。とても嬉しかったです。乗せてください、待ってます、よろしくお願いします、重要です。ありがとうなっちゅう、ありがとうばーだよ。また話そうね、話しに来てくれて本当にありがとう。嬉しかった、話して。長くてかぶってしまいました。え、結構話してたよ。話たくさん振ってくれて、花も話したいこと話してめっちゃ嬉しかった。ありがとうなっつ、また会いに来てね、ありがとう。続きまして、山神、山神今日もありがとう、ありがとうだよ。たくさん話して嬉しかったし、え、それな、報告めっちゃ嬉しかった。なんか気になってたからさ、あのスペイベ、スペイベっていうのかな、のなんか当落が出てることは知ってたから、でなんか前に言ってくれてたから、えー、どうだったんだろうなって思ってたから嬉しかった。花もありがとうね、会いに来てくれるの楽しみにしてるよ、待ってます。楽しみ、嬉しいってくれるの、素敵な報告ありがとう。覚えてるよ、めちゃめちゃ嬉しいよ、来てくれて、待ってる、楽しみ、ありがとう。またその話いっぱいしようね。ありがとう、山神、ありがとう、今日前に来てくれてありがとう、いつもありがとう。
いただきまして、孝太郎、孝太郎、今日も一日ありがとう。たくさん話しに来てくれて、最初にさ、あのヘッダーのって言ってくれて分かってるよって思いながらも、昨日の夜を思い出したありがとう、こちらこそたくさん話してくれて嬉しかったよ。いっぱい顔見に来てくれて、顔見てくれて、たくさん話せて充実した一日だったね。めっちゃ覚えてるよ、もうちゃんと任せて。いや、今日でめっちゃ顔と名前しっかり一致してめっちゃ嬉しかった。ありがとう、たくさんたくさんありがとう。またすぐ話せたら嬉しいな。いっぱいいろんなとこに駆けつけてくれて、推し活してくれてありがとうね。大好きよ、ありがとう、カーテラ。続きまして、つよし、つよしも今日いっぱい来てくれてありがとう。つよしともしっかり話せて、あのショールームのつよしだーって一時来たからめちゃちょちょちょ、充電が。あれ、今日はありがとう。明日はステージから見て、お昼は1回13時間ぐらい、夜は10回の、おお、2列目の、すごい、楽しみにしてる。絶対見つけるから、青と白いっぱい振ってアピールしてください。いっぱい目合わせようね、楽しみにしてる。ありがとう、強しい、ありがとうありがとう。続きまして、1位いなかった、ヤマピーいなかったっけ。ヤマピー、あれ、またタワー、あれ、ヤマピー、ヤマピーがいなくなって、また復活したヤマピー覚えてるよ。花さん一筋に X を変えてくれたけど、ちゃんと続くかな嬉しい。でも花が、あれ、他の子も好きそうだなって言ったらすぐ変えてくれて嬉しかったありがとう。え、なんかさ、タワーめっちゃ何になってない、なんか一回バグった、なんだ、花の充電が切れたから、ごめんよ。ありがとう、ヤマピー、いるかな、見れてる、ヤマピー。でもね、さっきね、壇上にいたのを覚えてたからね。ヤマピーが1位にいたよな。ヤマピー見てる？いるかな？ヤマピー、いないかな？電波悪いんかな？ありえるね、電波悪い。ヤマピー、ヤマピー、ちょっと待ってみよう、ヤマピー。私のは見れてる？あ、見れてた。よかった、見つけた。いた。ありがとう。ヤマピー。なぜかさ、消えたよな、一回。なんでなんで？バグかな？でも覚えてたよ。ありがとう。めっちゃタワーしてくれて。聞こえてた、さっき。
届いてたかな、この前の配信の時に。他の子も好きやなって言ったら X すぐ変えてくれたの、嬉しかったよって。あ、聞こえてた？よかった、ありがとう。山 P 看護師です、本当なんです、信じるよここまでしてくれたら信じちゃうよ。ありがとう山 P。 看護師なの信じてるからね、たくさん会いに来てね。花も山 P のことたくさん見つけるよ。でもね、少しでもチョロチョロしてたら怒るから、倒しって言ったよねってあら見つけるね、2階の12列夜、ありがとう、待ってるよ、絶対見つけるわ、任して。ハンさんのこと見ててね、2階にいても見つけるから。あ、本当だ、戻った。え、夜めっちゃ近いよ、楽しみ。青と白のペンライト振って、花さん装備で、花さんのこと見ててね。ありがとう山 P、 ありがとう、明日も一緒にいようね、ありがとう、ありがとう、皆さんありがとうございます。今日も一日認知してもらえるように頑張る。ヤマピーここっていううちは持っとくありがとうね、一日話し会楽しかった。だいたい足のマッサージが終わったので、うーん、トロロがトロロがトロロトロ明日の準備がね、もうそんなすることはないんだけど、軽くペペッとして寝ようかなって思います。ありがとう、おやすみなさい。誕生日を読みたいと思います。13位のってありがとう、12位こいちありがとう、11位あやとうありがとう、10位わたありがとう、9位まこちゅうありがとう、8位ぬっぴーありがとう、7位ラムありがとう、6位ひよめろありがとう、5位なっちゅうありがとう、4位マシーンありがとう、3位こうたろうありがとう、2位つよしありがとう、1位はやまぴーありがとう。ということで明日も一緒にいようね、ありがとうみんな。前髪伸びちゃったからこの後切ろうかなみたいな。またね、ありがとう、おやすみ。